はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズでは前回の続きからやっていきましょう。もうとりあえず進みながらいきます。前回でファルシオンを手に入れて、一応セリカが合流した感じにはなるんだけど、セリカは戦闘に参加しないね。これっていうかさ、セリカ軍の人たちどうなってんの今。それもさ、やるとか言ったらちょっとめんどくさいよな。でもセリカがそもそもいないからね。大将がいないってことは勝手に来てくれんのかな。でこっちの先に、あれ、あ、セリカいるじゃん。先回りしてたのかお前。最後の扉、あ、これであれだ、多分片身の指輪みたいなのはめるんだきっと。でセリカ何持ってたっけ。あれ、あの勝手にさ何はめたの扉が開いた。俺にも分かるように説明してくれ気をつけていきましょう。いや、いいんだけどさ、何をはめたのマジで分からん。ドーマの祭壇。みんな、よかった、無事だったのね。セリカ様、よかった、また会えて。ジュダの魔法で変なところに飛ばされちゃって、魔物に囲まれて大変だったんですよ。でもどこからか不思議な声がして、その声を追いかけてきたらここに着いたんです。きっとミラ様だわ。こんなことがあっていいものか。ファルシオンの封印が解かれるなどと。ミラめ、兄であるドーマ様を裏切るというのか。見つけたぞジュダ、もうお前の好きにはさせない、覚悟しろ。ある、このルドルフの腰がれめ、親子揃ってドーマ様にあだなす死ぬ者どもが。ジュダ、どうしてわからないの。ドーマは狂っている。もう人々に害しか与えないのよ。それが神竜の定めなの。黙れ小娘、知ったような口を聞くでない。人に害をなすからとて、それが何だというのだ。神の力なくしてバレンシアの民は生きてはゆけぬ。違う、もう僕たちは神の手を離れて歩いていけるんだ。愚かな、そのようなことができると思うか。できます、私たちはそれを証明するためにここまで来たのです。たかが人の子が思い上がりよって。面白い、ならば示してみよ、人の子の力とやらをな。ここはケルベスとかベルレルとか、なんかこいつらみんなあれか、操られてる系か。ドーマ、アイビームって何。1から5、メサイア、闇の中から邪悪な存在を召喚する。わ、超めんどくさそう。あ、メガクエイクがある。大地の魔法、敵全体にダメージを与える。8から18って結構やばいぞ。ちょっと待って、あとはあいつどこにいるの。あ、いた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 、銃だ。契約とか、ドーマの顔、相手の攻撃を封じる。とりあえずユニット、ああいっぱいいるじゃん。ちょっと待って、これちょっと待てよ。まず絶対出したいやつと、マイセンとかなんかいらない気がするんだよな。バルボ、ソニア、デューテ、あ、まあ大丈夫か。ここら辺もう普通のメンツ出しておけば大丈夫そうだな。だってみんな別にいいでしょ。こいつ出してーっていうやつはいないから、カチュアーがな、ちょっと、あ、でも手やりじゃなくてナイトキラーになってんのか。じゃあこれでいいわ、このままいこう。あ、どこにいた。
ドーマ復活といったところか。あ、こっちにいるのね。なるほどなるほど。ってことはだよ、まずはここだな。これはもうマチルダに任せよう、完全に。で、援護しながら倒すと。人と神との戦いですか。おや、なかなか燃えますね。みんなセリフがあるのか。これってちなみにドグロ沼地とかだよね、多分。グレイ。俺が何をどうするかは俺に決めさせてくれってこった。一応援護キャラで入れとくか。神の力にすがって生きるなど私の美学に反します。お引き取りくださいませ。クリフも入れておこう。魔法用の援護キャラは入れておこう。力力ってうるさいな。そんなに好きならあんたに食らわしてやるよ。であとはもう右に前進していこう。行こう。こっちアルムだけ何にもないんだけど。ベドルフ陛下、陛下の本懐、このジークが必ずや遂げてみせます。私とアルムが住む世界にあなたなんていらない。あなたなんていらないのよ。で、私とジークが生きていく世界、あなたの好きにはさせないわ。ミレスも、あなたの思いは私の中に。必ずドームを解放します。あれでもさ、メガクエイクがあるってことはさ、範囲魔法が必要だよね。これなんで左開いてんの。こっから来たってことか。ドーマ神、我らの始祖よ、これは慈悲だ。偉大な神にふさわしい誇りある祭を。行け、手やり部隊。あとはちょっとやっぱりセーバーを前面に出したいからな。セーバー用の道を開けるか。全然進めん。そっか、ここは毒の沼地だからか。いやーね、力力って野蛮なんだから。そんな世界何の潤いもないじゃない。つまんないわ。まあこいつは下のやつらに任せればいいから、セーバーがここにいるからここを開けよう。はい、偉大な神殿の力でも一つ謝れば悲劇になるわ。私たちはそれを知っている。見過ごすわけにはいかないのよ。私は生きて帰るか。ちょっと待って、ジュダがどこにいるかだな。こいつあんまり射程は長くない。そりゃ成り行きだけどよ、ここまで来たんだ。お嬢ちゃんの願い最後まで果たさせてやるぜ。行くぜセーバー。もうロビンがやられてるからな、お前に頼るしかないんだ。レベルアップ。まあしょうがない。なんだ今の。この目ん玉くんはとりあえずエストで攻撃しよう。私たちの世界は私たちが作るの。アカネイヤでもバレンシアでもね。これくらい余裕だよ。あんたらに関わっちまったのが運の尽きだったのかね。まあいいや、最後まで付き合うぜ。まあまあかな。あんたたちのやり方気に入られんだよ。理由なんてそれで十分だとは言うけどさ、こいつ強くないからね。セリカ様をひどい目に遭わせてもう許さないんだからね。ここは大丈夫だよな。よし、ファイヤーでとどめを刺そう。負けない、行くよ。こんなところで負けないもん。
さすが我が盟友だ。スリカが全然進めない。ジェニーちゃん、イリュージョンをね使っておきたいっていうのもあるけど、まあこのターンはこれでいいでしょう。あとはまたセーバーに無双してもらおう。勝てないって。よっしゃ、99。あとはねメガクエイクにちょっと備えないといけないからな。何、結構強い。しかしこっちはグラディウス持ちだ。何、めんどくさ。ジュダこいつもめんどくさ。1から2でいけるからな。私が決めること、少なくともお前たちではないな。まあ反撃を食らわない位置だからこれでいくか。魔戦士やっぱ強いよね。悪く思うな。まあマッチ状だね。どうしたか。この勝利をお前に捧げよう。いやグラディウスすげえんだけど。普通に負ける気がしませんわ。結構減るね。魔法でなんとかしとくか。まずはエクスカリバー。あ、そうか、ダメだ、こいつは魔戦士だった。2人でなんとかなるかな。55、頼む、クリティカルよ。グレイ、ナイスだ。おい、早いね。なるほど、2回攻撃を食らうからあれか。 80%、 さすがに当たるでしょうか。はされてないよね。よしよしよし、ちょっとびっくりした。よし、殲滅完了。回復をしておこう。クエイクは貯めてその次のターンに来るんだっけ。どうしようかな。飛ばせて大丈夫か、ちょっと不安はあるけど。任せてくれ。まあ、とりあえず合流しよう。おいえ、マジで甘かったな。命の見積もりが甘かったな。パルシオン、マジですかい。ちょっとクリティカルが出れば倒せる。ダメか。お任せください。さすがに魔法キャラはちょっとな、射程に入れるのは怖いからな。セーバー突っ込ませるか。いけるとこまで突っ込ませよう。でエスト、ほい、セリカも前に出すか。あんまり進めないね。一応メイちゃん、ゲ回復ができない。私に任せてよ。クリティカル頼む。無理か。任せろ。弓がな結構やられてるからな。ジュダとか本当はね後ろからぶったたきたいんだけど。ジュダは魔法だからマチルダをちょっとまたこっちの方に戻さないといけないか。まだまだ甘いね。いやセーバー、マジセーバーだわ。あ、そうか、サウニオン攻撃できないんだ。2回食らうとさすがに痛いな。お見通しなんだよ。さあ、しんどいね。なんだ、呼んだだけか。超いっぱいいる。めんどくさ。しかも弓兵が来たか。うおー、クエイク、ちょっとみんな固まろう。固まって回復したい。マチルダ急げ。行きますよ。どうですか。ほら
こいつの、あれ、こいつだっけ、リザーブ。範囲を見ておこう。ここまでか。さて、セーバーで、ここだったらジュダの攻撃は食らわない。倒そう。こいつはめんどくさそうだ。ボーナイト。食らいやがれ。おやさ、こんなもんだろう。これまで。で、弓対弓でいくか。いや強いね。ハンターボレーは、クリティカルが出れば、もうクリティカル頼みだよ。まずハンターボレー頼む。無理か。もう一発。まあ減らすは減らしたけどな。ちょっとパオラ一回外に出すか。これでいいや。ちょっと待って、そこからさらにもうちょっと進んでリザーブをかけておこう。ハンターボレーを使っちゃったからね。ほい。これでクエイクで死なないよな、そもそも。そいつも少し前にやって、メガクエイク、グワッ。誰がどうなったんだかよくわかんない。しかし弓の戦いならダメだ。向こうが2回攻撃か。まだまだ甘いね。ジュダほっとこっかな、これ。とりあえずセーバーとっこませて。ジュダ動いてこなくねえ。だってやばいやばいやばい、なかなかに痛いね。すげえめんどくせえ、すげえめんどくせえ、マジでめんどくせえ。ちょっとこれ戦闘はカットでもいいかもしれないな。近づけるやつはまあ近づいていってどんどん行こう。いいぜ。でそこから範囲魔法を唱えていこう。とりあえずリザーブ。ほい。頼りにしていますよ。でリカバーで回復と。ありがとう。さすがにめちゃ減るね。ティータヒットポイントは低いか。いいわよ。ハンターボレーで確実に倒そう。これはよし、オッケー。お呼びじゃないのよ。さらばだ。おやすみなさい。で、ボーイで回復させよう。なんだろう、嬉しい。コンラーともわりかし魔法防御はあるから、ジュダの方に突っ込ませるか。なんだ、かわされるね。ピグルって結構魔法防御高いのか。魔法防御じゃなくて回避率が。しかしこの聖なる剣にかかればなんてことはない。どうしよう。なんだよこいつら、マジで超めんどくせえ。本体を倒せばとりあえず消えるんだっけ。ちょっと減ってるんだよな。ただリブロ、ちょ、人が多すぎてセーバーに合わない。助かったぜ。でこいつはこいつでやっぱり回復しとかないといけないから、リカバー使うでしょ。よしよしよし。ついてるのってミラ様のおかげかな。まあ、ミラ様はもういないけどね。ここに置いておけば大丈夫。うん、いけるよ。アルム少し出すか前に。で飛んでるからこいつは大丈夫だよね。飛んでれば毒の沼地。うわあ、本当にめんどくさいこいつ。なんなの。
いや、食らってでもちょっとダメージを与えよう。なんだと、ダメージが当たらない。セーバーちょっともったいないけど、このままにしておくか。きたー。まあ効かんよな。うお、めちゃくちゃ召喚してくるね。で、ジュダよ、ジュダ、ジュダを倒さないといけないんだけど、セーバーとりあえず入れるのは入れるよね。ツバメ返しとか、まあ、まずはただ、まずはよ、遠距離から一回攻撃をしたい。ここに行けるね。え、デス届くのこれ、マジかよ。いやでも死なないのは死なないのか。クリティカル率1だからな。でどうせ無理なんでしょう。ドーマ様に従い、その力にひざまずくのだ。あ、反撃はあれか、どこでも届くのか。かわした、やったー。でアルム、もういいわ。ちょっと、あー届かねえか。とりあえず置いとこうじゃん。こっちに行くと、でもあれか、ここに置いとくとどうなんだ、反撃してくれんのかな。ちょっとめんどくさい、こいつを倒したい。最終戦は長くなりそうだね、本当に。大丈夫だよ。66%当たれ。よし、OK。とりあえずこっちの方はなんとかなったな。で、またティータをちょっと前に出して、リザーブかけよう。ほいいいね、すげえ役立つわ。で、リットリカバーで回復させれば問題ないでしょ。なるべく固まっていこう。そうすると出よ出よ出よ。まずこいつ超邪魔だけど無理だ、当たらん。あ、手やりか。よし、倒せる。ほら行け。これ多分最終戦だから死者が出ても、まあ、いいっちゃいいんだよね。でジークは若干少ないからな、やっぱり。とまあここら辺に行くか。任せて任せて。こっから手やり。エスとは何気に魔法防御高いっていう。そして飛んでるからな、かなりいいな。それを考えるとマチルダもちょっと前に出そう。もう毒の沼地に入るけど、ちょっとここはあれだ、ジュダの範囲に入るから。こいつぶっ倒してあーいいけど、いいや、置いとこう。ここによし、これでいこう。おおお、これはちょっと危険か。もうなんなのこいつらは、マジでマジでなんなの。まあ、雑魚退治は雑魚退治に任せよう。いや、やばい、これは、まあ、やばいと思ったけど、7あんのか。わりかし高いね。いや、ピクルはね、早いわ。2回行動を取られるね。マジあのヘステとか速攻で倒したい。本当に鬱陶しいわ。痛い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 。おー、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。これは死ぬ。リブロを唱えておく。メガクエイクに備えないといけないからな。ありがとう。
一応攻撃をしよう。いやマジずるいわこれ。いって30とか魔法防御1だからな。回復した方がいいぜ。分かってますよそのくらいのこと。こっからは入るっけ。リザーブ入るね。一応リザーブどれくらい回復するの。14か。私も負けられません。まあ、なんとか生きてられるかな。でこいつはこいつで回復しとかないとまずいから。ありがとう。こいつのサンダーが結局射程いくつなるんだ。なるべく外から攻撃したいんだよね。あでもあれか、外とかないのか。で誰でいくか。グレイもちょっと前に出したいからな。クレアをこっちに置くか。任せよう魔女。で外から攻撃したいんだよ本当は。こいつは魔法防御7か。アルクバリスタ、いやすげえ食らうわ。ちょっと無理だ。次メガクエイクが来るからしょうがない。このターンは本当にしょうがない。あ当たれ。お前がいれば安心だな。まあ安心は安心なんだけど、こいついくつ食らうかだけ見よう。ああまあ大丈夫だな。よし突っ込ませよセーバー。やっぱりしつこいね。どうよ。でさすがにこの中はいけないか。来たー、メガクエイク。いったーい。そうか、メガクエイクを食らってのこれもちょっと厳しいね。8食らうからね。あ、かわしたけど。もう1匹来られたらこれ死ぬな。うお、こんなところで出してくんのかよ。ちょっとこれはまず1回回復をかけよう。もはや何が何だか分からんけど、ここだったら全員回復するよね。いやすっげえわリザーブとかマジで。よしよしよし、味方してくれてるみたい。俺も楽できるよ。もう一人なんか範囲魔法の人が欲しいな。で、ちょっともう一回レオで行きたいけど無理か。リブローでレオやって、てかレオでやんなくてもさ、もうこのターンで倒そうということはだよ。まずこいつは超邪魔だな。魔法防御の高いマチルダをジュダに当てたいんだけど無理か。ハンターボレー。よし。甘く見ちゃダメよ。やったな。でこいつも邪魔なんだよね。そうするとちょっと待ってね。パオラでこいつを倒す。クリティカルが出た。今のは賞賛に値するな。でこの目ん玉も倒したいけど、エフィをここに置くか。アルクバリスタって射程が伸びるだけか。でこいつここに置こう。
さようなら。マジで長い。お見事。で、ちょっと一回こいつをぶん殴っとかないといけないから。20か。まあしょうがない、これはマジでしょうがない。かわしてくれるとめっちゃでかいけど。うわ、回復した方がいい。でセーバー頼むぞマジで。よしよしよし、さすがはセーバー。ドーマ様に。こんなバカな、ドーマ様、ドーマ様。あんまり経験値くんない。よしよしよし、もうあとマジでセーバーとっこまぜよ。セリカはちょっと回復に入ろう。ちょっとまずい、マチルダが、マチルダセーバーをとっこませよう。でもうここはめんどくさいんで、ちょっとドーマ倒したから戦闘アニメはちょっとオフにしよう。ちょっと時間がかかりすぎてる。でエスト、こっから行こう。ほい。でアルム、もういいわ。コンラーとも前線には出せるといえば出せるよね。クレアもまあ飛んでるからここら辺に置いとくか。で終わりにしよう。うわしまった、レオそういえばここにいたね。ほらほらほら、いけ。もうヘステを速攻でぶっ倒しに行こう。これ誰ルカ、まずくないか。これどこに来んの、なんかよくわかんないとこにワープしてきたけど。でこれまた全員入る、リザーブ入りそうだね。よし、次も期待してるぜ。これは普通にアニメーションが入るんだね。でジークに任せるか。じゃあほい、頼りにしていますよ。でちょっと道を開けてもらおう。邪魔だ。私も負けていられないな。邪魔だ。数を減らすぜ。コンラーともまあ全然高いからいけるね。ああ今のはいいな。セリカも前に出そう。よしよしよし、どんどん数が減ってきた。ちょっとこいつはあれだな、進めないな。イリュージョンじゃなくてリブロ。ありがとう。あれこいつの射程入って、ちょっと待って、結構広くないか。入ったぞ。やばい、しまった、射程範囲を全然考えてなかった。任せて任せて。一気に多分詰め寄った方がいいんだけどな。でもそれやってるとさ、敵がどん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 増殖してくるからね、それがまたうざいんだよな。いいや、あれヒット35ってさ、そんななくね。おお、ミスった。悪い子ね、どうしてお父様の言うことを聞かないの。うわ
マジか、結構減らされたな。ずるいわソニア、あなたばっかり好きなようにして。おお、かわした。そうか、こっち手やりか手やり部隊だったな。マチルダも射程に。もうマジでこいつらは邪魔くさい。少し進めよう、ティーターを。でリザーブかける。調子良さそうだな。でこいつはこいつでリカバーをかけると。まあいつものパターンだね。クリフとボイド形がもう全然見分けつかねえわ。でコンラートいけるはず。よし。そんなにお父様が嫌い。そう、仕方のない。こレベルアップ。遠慮なく私を頼るがいい。で、こいつをどうするかな。まあマチルダでいいか。よし。そうね、私も好きなように生きればよかった。おー、消えた消えた。あとはこいつだけ。ゲッ、例えば届かねえし。まあいいや。え、ガネフとか強くねえか。ちょっと待って、どういうことなぜこんなにも強いのか。普通のさ一般兵かと思ったよ。一応まあ前に出せるやつらはみんな前に出しとこう。まあこんなもんかね。うわー、1、これはまずいぞ、やられるぞ。50にかわせるか。ドーマはあれなんだね。戦闘はカットできないんだ。で、そう、これ毒の沼地じゃ死なないって言ってたんで、それは大丈夫か。いやー、コンラートに任せよう。ちょっとで1って何、これ絶対1になるってこと。まあ攻撃 100% で当たるから倒しとこう。何なんだこのガネフとか言って。本当にマチルダ一回下げる。いや下げるって言ってもさ、セリカで回復させよう。ありがとう。まあ別にそんなにこだわる必要はないんだけどね。まあちょっと一回セーバーで。どうなの。ちょっと回復できる人たちをこっちによこしたいんだけど。リブロー。オッケーオッケーオッケー。だいぶマッチルなんか大丈夫になったな。次のターンに総攻撃をかけるか。いやでもセーバー一発だったら多分叩き込めるな。いけ、俺はお前を信じるぞ。だよー。毒樹、どんだけヒットポイントあるのこいつ。いやでももう半分以上減ってるか。ちょっとマチルダは怖いけど、ここら辺に置いとくか。うわ、回復するんだ。アイビーム35。痛い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 。
死ぬんだけど、これ食らったら。え、セーバーちょっともう一回いける？回復できるのはあいつなんだっけ、セリカで回復させてあげれば大丈夫だから。ほら1 これあれか、最後は、あ、ノーダメージ、そうだね、もうパルシオンで倒せってことでしょ。これでもいいのかなこれさ大丈夫だよね、これだって 100% 当たるもん。 100% 当たってゼロになるから大丈夫。最後あるんで決めよう。ここまでだ、ドーマ、ベルクト、フェルノ、ミア、そして父さん、他にもたくさん、お前の力に翻弄され消えた人たちがいる。もう悲劇を繰り返したりはしない。シンリュ、ドーマよ、あなたには感謝しています。あなたとミラ様がなければこのバレンシアはなかった。私たちはこの世に生まれ喜びや悲しみを知ることもなかったわ。だからこそもうこれ以上自分も私たちも傷つけないで、偉大な魂に安らかな眠りを。行くよ、倒した。まあ時間はかかったけど。もうよかろう、勇者アルムよ、すべてをお前に託す。我ら兄弟の意志を受け継ぎ、このバレンシアを治めるのだ。ドーマの強さとミラの愛をもって人を正しく導け。我らの過ちを再び犯してはならぬ。そしてもう二度と我らの眠りを妨げてはならぬぞ。なんかめっちゃ偉そうだったけど座っていた玉座に僕が座ることになるなんてね。父の玉座ではないわ、もうこの国はソフィアじゃない、バレンシア統一王国よ。そしてアルム、あなたはその初代国王。セリカ、誤解しないで、あの人を恨んでいるわけではないの。ただ哀れな人だと思うわ。もしそばにいられたら救うことができたのかもしれない。それが少し悲しいだけ。そうだね、僕もセリカも父さんのそばにいられなかった。もっとお互いを知ることができていたら違う結末があったのかもしれない。ミラ様とドーマもそうだったのかしら。それはどうかな、何百年も喧嘩してたんだろう。さすがに無理かも。やだアルムったら、罰が当たるわよ。おっと、ごめんなさい。でもミラもドーマも今は一緒に眠っているんだね。ええ、このバレンシア大陸を見下ろす山の頂に、知ってるアルム、神竜の眠る地には
真珠が生えてくるんですって。へえ、立派な木になるんだろうな。ええ、何百年も何千年もかけて。その時このバレンシアはどうなっているのかしら。神の力を失っても人の営みは続いていくのかしら。続いていくんじゃない、続けていこう。続けていける国を僕とセリカとみんなで作っていこう。ハルム、ねえ、そうね、私たちならできるわ。ああ、人が自分の強さを信じる力、これがミラとドーマが僕らに残した最後の力だ。さあ行こうセリカ。はい。かくして大いなる戦いの幕は下りた。多くの犠牲を払い、今ようやくバレンシアに平和が訪れる。この戦いが一体何であったのか、その問いに答える者はいない。ただ一つ言えること、それは人が再びおごり高ぶる時、新たなる戦乱の炎が地上を焼き尽くし、全てが失われてしまうであろうということ。最も醜く恐ろしいもの、それは人の心の中にこそ存在するのかもしれない。え、これ全部振り返るの？エフィーたちの目覚ましい活躍によりなんだけどロビンたちの目覚ましい活躍により、誰が活躍した、多分一番倒した人なんだろうね。最初の方はね、やっぱりアルムとかだよね。多分途中からね、ロビンとかロビンセーバーみたいな、そんな感じになりそうなんだけど。メイちゃんも海賊襲撃にとかは結構活躍したんだ。ここら辺は確かに魔法結構強かったからね。どうしてもね、ボーイのね、この育ちが悪くてね、あんまり強い感じはしなかったんだけど、まあ、セリカ編はね、普通にセリカ強かったっすね。ソフィア北の戦い、ここら辺は第3章とかなのかな。パイソンたちの目覚ましい活躍、パイソンとか速攻でいなくなったかんな激しい戦いの中フォルスを失ったとかそうか、結局さ、復活の泉とか活躍することなく終わったからね。いや、あそこで戻れないっていうのがやっぱ痛かったよな。最後の章はソフィアの森の戦いに多くの仲間を失いながらカナクも勝利したって。そんなに誰か死んだっけ、なんか忘れたわ。2人死んだんだっけ。森の北の戦い、激しい戦いが原因となり後にクレーベを失う。まあここら辺からやっぱりセーバーだよな。レオも頑張ってるね。やっぱり弓は強かったね。あ、ここも弓か。そう、クレアも確かに活躍した時は活躍した恐れ山ロビン、ヌイババロビン、リゲルヘイアロビンロビン無双が竜の加工追撃戦、
はあれだかな、ティータのちょっとレベルを上げようとかそんな感じなのかね。でドーマの門もセーバーでしょ、でドーマの沼もセーバーでしょもうロビンロビンセーバーセーバーで、リゲルの滝の戦いロビン。しかしね、このねロビンも失うからね、リゲル城攻略戦ロビン最終決戦、セーバーたちの目覚ましい活躍、ロビンが失ったのは書いてなかったか。で最終決戦も結局セーバーだからね。いやでもこれなんか面白いな最後。
これで終わりかなというところで、じゃあファイアーエンブレムエコーズ最後まで、ご視聴ありがとうございました。で一応クリア後のね、裏ダンジョンみたいなのも、あるようなんですけれども、一旦ファイアーエンブレムはこれで、終了とさせていただきます。まあ本当にねかなり長くなっちゃいましたけれども、結構戦死者もね出て最後の方焦りましたけれども、なんとかクリアすることは、できました。まあね結構ねあのレベル上げもしたんで、これ本当ねレベル上げとかしないとかなりきついと思うんだよね。あとそのハードモードとかやっぱりファイアーエンブレムはね、まあ、難易度は高いと思いますので、まあ腕に自信のある人はハードモードクラシックとかも、やってみるといいんじゃないでしょうか。まあ自分はやれる気がしないんでまあこれで終わりますけれども、というわけでじゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。